まあなこの時代、ネットには色々無料素材が溢れてるとはいえ、スマホだと小さいんだよな。え、じゃあ何お前、パソコンで見る派 <laughs> パソコンはさすがにこのホーリーにもないと思うぞ。そういうの、ここら辺で売ってるあ、じゃあエロ本なんだ。ホーリーでエロ本なんて売ってるわけねえだろ <laughs> この前どっかのクラスメッツたちも買いに行けないだろうなんだろ騒いでたじゃねえか。コンビニぐらいホーリーって、エロ関係も全然だから。えーこんなに鎖国してるわけだし、なんか娯楽なってセックスぐらいしかないと思ってるけど。<laughs> エロ関連すらなかったら、このホールで何を楽しめた <laughs> むしろ家族連れ向けにエロを排斥する動きすらあるぐらいだ。若い男には住みづらい土地だよ。その家族連れが生まれるために、絶対エロは対処するべきではないと思うんだけどね <laughs>。このままじゃ、家族連れを根絶する世界を作ろうとしてるようにしか見えないんだけど。通販を頼んでも最速で2日はかかるしな。いや、十分早いだろ <laughs>。お前、どんだけ現代っ子なんだよ <laughs>。 こんな田舎で一週間待たされないだけ全然ありがたいだろ。通販か。さすがに通販は危険だ。<laughs> 住所が<か>な。<laughs> なんか頼みやすい家。あ、では、レンタロウの家に送ってもらえばいいじゃん。で、レンタロウから直接手渡しとかで密輸すれば誰にもバレることなくおかずゲットだぜ。仕方ない。俺が一肌脱いで、秘蔵コレクションを貸して死んぜよう。え、お前の秘蔵コレクション <laughs> お前が通販頼んでくれればいいだけなんだけど、お前のコレクションってなるとお前の性癖が明かされるわけでしょ。<laughs> <laughs> いとこの性癖知っても何も楽しくないんだけど。いとこの秘蔵コレクションね。兄弟いないからわからないけど、エロ本が行き来するのって普通なのか。いくら兄弟だろうが何だろうが、人間一人一人によって性癖も一つ一つ違うからね。そんなに漫画の貸し借りぐらい気軽に行き来するもんではないと思うけど、男友達同士で貸し借りすることはまあまあ,あるが。そう結論急ぐんじゃないよ。誰も興味がないとは言ってないだろ。<laughs> もうお前暴走するじゃん <laughs>。 怖いよ、そのガッツき方が。<laughs> いとこのよくわからん秘蔵コレクションにまで興奮し始めてんじゃねえか。お前もちゃんと男だな。俺たちがそんなバカ話をしてることに気づかず、女子は相変わらず華やかな雰囲気のままだ。<laughs> この会話が誰にも聞かれていないことが奇跡に等しいわ。<laughs> <laughs> まあ、この会話をしたところで、せいぜい拾ってくれんのもあこぐらいだからね。そんなにノーダメージなんでしょうな、きっと。ねえねえ、もしよければ、私たちも豪快に混ぜてくれないかな。やるじゃん、なるみ。<laughs> こんな大所帯に進んで足を踏み入れるとは、なかなか見込みのあるやつよの。私は、このハンバーグを差し出すから。え、ホーリーにハンバーグあんの <laughs> それ、大丈夫筋肉とかじゃないよね <laughs> 養豚場とかなさそうだけど。それじゃあ、私は、このレンコンのハサミやきを生贄にに、5万円を召喚したいでーす。 うわ、副菜か <laughs>。ハンバーグの後だから弱すぎるな <laughs>。あんた、そんなリクエストしないのいや、違いがわからん <laughs>。どこまでが o、OK、k ラインリクエストなのへへへへはい、構いませんよ。若干物腰柔らかくなったヨシノがこうやってクラスメイトと会話するのってもしかして今日が初か本当にありがとうございますニコ姫様教室で友人とナチュラルに話す友達さんを見られるのは珍しい <laughs>。転入生のお前がそれを言っちゃうのか <laughs> そしたらずっと小学生ぐらいから一緒のクラスメッツたちはさぞ驚きに満ち溢れてるんだろうな。本人もその触れ合いを楽しんでるように思える。若干肩の力抜いたんだね。じゃあ吉野は。うん。ああいう自然な雰囲気の時が一番可愛いよな。やっぱなんだかんだ言って色々美少女が周りにいるけど、婚約者っていう肩書もあって、吉野のことが一番気になったのかな主人公は。俺たちの関係を仕切り直した価値はあったかな 今日はここまで。それでは皆さん、気をつけて帰ってくださいね。先生の挨拶も終わり、クラスのみんなが教室を出ていく。やっと水飯ち行けるね。<laughs> あの石の謎解けてるといいんだけど、ま、あそんなに早くは結論出てないやつだからな。それじゃあ俺はいつもトレーニングがあるから。あ、そもそもね <laughs>。ここ最近ずっとカットされていたから忘れていたけど、もう普通の毎日のルーティンとかしてるね。いつも通り、夕食までには戻れるはず。わかりました。それではまた後で。いや、なんかいいね、この気軽にトレーニング行ってくるね。頑張ってね、みたいな感じのやつ。<laughs> うん。また スタートでおアナザビューそれでは私たちも帰りましょうかあちょっと待って誰かから電話が水葉さんよしの携帯持ってんだ <laughs> なんか固定電話を持ち歩いてるとしか思えなかったけど <laughs> ちゃんと電波通ってんだねこのホーリーチャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ